キリスト教東方教会、東方天霊カトリック教会、マロン天霊カトリック教会キリスト教西方教会、カトリック教会、東方天霊カトリック教会、マロン天霊カトリック教会レバノンのデールエルカマールにあるマロン天霊カトリック教会の聖堂マロン天霊カトリック教会は、レバノンを中心に信者を擁するアンティオキア派の伝統に属する。 キリスト教統法典礼カトリック教会の一派、マロン派とも呼ばれる。マロンアンティオキア総大司教の司教座は、レバノンのブケル家に置かれている。名前の由来は、4から5世紀のアンティオキアで活動した精鋭、マールーンに由来すると言われる。レバノン国内では、人口のおよそ3割程度を占め、古くから重要な政治ポストを占める最大宗派であり、 大統領がマロン派から選出される観光を持つなど、国内外の政治、経済両面において大きな影響力を持つ。また、その歴史的経緯などから、同じカトリックが多数派であるフランスとは緊密な関係にある。アンティオキアの聖、マールウン・マロン派は聖マロンが創始した当初は、競技場単位論を採用し、聖教会並びにローマカトリック教会とは離れていた。 聖エマロンが死んだ時、その遺体をめぐって、信者間で争いがあった。マロン派の歴史は、キリスト教多宗派やイスラム教などとの戦いに彩られている。その後、十字軍時代にカトリック教会との接触を機にマロン派とカトリック教会双方から再合同の交渉が行われ、1180年にカトリックに帰属し、教義もカトリックと同一となった。 一方でマロン派は独自の天礼を保持し、教会用語や祈祷書にはコシリア語やアラビア語が用いられている。現代ではローマ教皇と一致して、教義、組織はカトリック教会に属しながらも、独自の組織や天礼の伝統を維持する東方天礼カトリック教会の一つになっている。2012年10月にはマロン天礼カトリック教会の最高指導者である、 ベカラ・ブートロスライ総大司教がカトリックの数機教に任命された。レバノン国内におけるマロン天ンイカトリック教会とギリシャ正教、アルメニア正教会及びシリア正教会コミュニティとの関係については同じキリスト教徒でありながら常に緊密な関係同士であるとは限らず、例えばアルメニア正教とはレバノン内戦において基本的に中立を保つ一方、 左派が多いギリシャ正教徒は、しばしばマロン派と対立する関係にあった。レバノン内戦においては増加するイスラム教徒と対立し、イスラエル軍進行下の1982年、同派の民兵組織ファランヘトが、パレスチナ難民に対する大量虐殺を行い、国際的非難を浴びた。マロン天霊カトリック教会の信者は、レバノンの他に、シリア、キプロス、イスラエル。 ヨーロッパ、アメリカ合衆国、カナダ、南米に分布。彼らは、アラブと欧米における言語や償還行を知ることから、有力なレバノン商人を排出してきた。レバノンにおける政治バランスの悪化により、多くのマロン派住民と資産が、内戦終結後に海外に再流出しているとされる。移民先の各地で、政治的、経済的な成功を収めたり、 ビジネスでも幅広く活躍するものも多い。日本では日産自動車の再建にラツワンを振るったカルロス・ゴーンが有名である。レバノンにおいては芸術、芸能、メディア方面に人材を輩出しており、女性キャスターや歌手の多くはマロン派信者である。レバノンの大統領はマロン派から選出されるのが慣例となっている。ありがとうございます。